けさあ飛び降り、え、何それ、え、無限城、逆なんだよなこれ。あーもうおかしくなっちゃうわ。すごい目がもうパキってるパキってる。ちょろくていいな善逸。フルサポート体制。あーすごいいっぱい出てきたね。どん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 。アニメラクターの財前です。今回も楽しんでリアクションやっていこうと思います。今回見ていくのは鬼滅の刃柱稽古編第1話見ていこうと思います。はい、というわけで始まりました鬼滅の刃ですね。今回も楽しんでやっていこうと思うわけなんですけれども、ついに柱稽古編に入ってまいりました。もうここまで来たら終盤戦ですね。まあ例のごとく1時間スペシャルということで、まあ2話分を1回にしてまとめて放送するぜっていう形なので、今回もちょっと長丁場になるかもしれませんが、楽しんでやっていこうと思うわけなんですけれども、ついに来ましたね。でもなんか本当にさ、僕は原作は一応読んでるんですけど、ついにという形です。もう終盤戦ですよ。これが終わったらもう最終決戦なわけなので、ちょっとここから先どうなっていくのか楽しみにしていきたいし、まあ柱稽古編ね、結構緩和9大っぽいところでもあるので、ちょっとそこら辺がどうなっていくのかとかも含めていろいろと注目していこうと思います。どんな風にやっていくんだろうね。それで僕一応原作勢なので、原作の話とかもしつつ見ていこうと思いますので、原作未読で先のこと知りたくないよっていう方は、ぜひとも気をつけてチェックしていただきたいなっていう風に思うし、まあ僕もね原作ちょっと忘れてる、もうだいぶ前なので連載で追ってた身としては、特にやっぱりここら辺の話って記憶がちょっと曖昧なところがあるから、まあちょっといろいろとあるかもしれないんですけれども、なんか間違ってる認識とかがあればいろいろとコメントとかで訂正いただけたらなと思います。それでは見ていきましょう。よーいスタート。さてアニプレックス集英社&U4 テーブルプレゼント。何この映画のような始まり方。城？わお、定石跡。あら？風と蛇じゃん。あら、イグロさん。おう、刀鍛冶の里の人たち？マジか。ただ、にしても柱二人は、わお！柱二人はオーバースペックすぎないかっていうか、OP すぎないか、大丈夫かな？さて、女性がさらわれ。鬼だ。普通に、これは手先か？本人？ああ、気づいてる。見張りも。で、消える？まあ、そうか、人がいるから、うかつに人質にされてもあれだしな。すごいな、空間が。空間の描写がすごすぎる。わ、いっぱいいない？完全に徒党組んでるんだ。さあ、来る！ああすごいな！わお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 ！わおわおめっちゃかっけえ！イグロさん！瞬殺！わお。わあ、弱すぎるって話か。そうかそうか、大使のレベルの低さっていうのも改めて描写するわけね。妙。ああ、群れてる。わお！
多くね？すっげえ届くんねんじゃん。さあ、わお、焦燥しなとかぜ、わおわおわお、かっこいい、すごいよね。さあヘビ、わわお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 、食ってる首を、永遠鳥だ。さあ奥に逃げてく柱だ。わ、正面から行く、すげえいっぱいいるな。わわわ、さあ逃げてる、奥に何かあるの？でもなんか何かを目指してるっぽくない？わ、飛び上がった、上だ。なんかミュータントみたいなのがいるんだけど。あ、これは鬼好きの僕でも嬉しくないな、この見た目は。うん、オッケー。さあ、3の方、わお、降りる？わお、すごいな。トグロ締め。なんか集団戦だとやっぱり風が強いのかなって感じもあるけど、全然、ヘビも強いね、やっぱり。わお。さあ、めちゃめちゃこれでも、無惨が作った鬼じゃないよな、多分な。鬼が作った鬼？わーお。うわ！かっけー！投げる気？わお！ナイスキャッチ、イグロさん！さあ、なんかでもちょっと余裕があるな。さあ、飛び降り、なにそれ、無限城？違う、いいよね、無限城っぽくね？なにこれ、鬼が暮らし、なんか全員ミュータントっぽい、なにこれ、組み替わってる。あ、パン、なるほど、逃げ切られた。なるほどね。そういうことか。血鬼術だね。琵琶の。でもよくここまで逃げてくることを許したな。ムザン様、ああいう逃げ方ってどう思うんだろうな。なんか怒りそうな雰囲気を感じるんだけど。あら、カナオ。いいな、始まったって感じするな。いや、てか、イグロさんと、ねえ、サネミの活躍をこんなに描写すると思わなかったな。胡蝶。墓参り？違うわ。かなえさん絡みだと思ったら。さあ、しのぶさん。
そうね。うん。佳境に入りつつある。あら、あ、泣き目だ、思い出した今思い出した、ごめんなさい。あの琵琶の鬼。さて帰ってきて拠点移したんだ。ほう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 、まあそうね、壊滅してもおかしくない。さあ恨み、あらあら、へえ、あ、そうなんだ、よくできたシステム。あの人はちょっと特別だと思うけど。そうね。常時の7倍だっけ。うん。すごいね、回復力。そうね、体を克服して。ああ、なるほど。玉屋さんね。あら、詰まっちゃった。まあ、玉屋さんの見立てでもそうだって言ってたもんね。いつか克服するよんってこんなところで鬼滅の刃が終わるところだった。さて中央会議、さあ、イグロさんとサネミだけまだ来てない。さあ、姫島さん。冷静に考えたら、まあ、単独撃破と時間を稼いだって感じだもんね。まあそうだよね、しばらく変わってなかったんだもんな。あら、気を使ってくれてる。あははそうね。甘露寺さんに関しては、ちょっと死んでもおかしくなかったよね。結構。
うん、あー、傷の治りはあれか、あざかな。はい、さて、あまねさん帰りね。うん、うん、ああ、あざの件ね。クソ川カラス。うん、よりいちさん、うん、うん、まあそうだろうね。あざって結局どうだったっけ？うん、体温だっけ？うん、あざもの、うん、なるほど、うん、炭治郎ね。そうだよね。感覚派すぎる。うん。でもあざが目覚めたっていう自覚は、あ、でも本人的にはどうだったんだろうな。あー、ぽっ、それで、お、あ、同じ感覚、あ、あ、あ、すっごい分かりやすい。そうか、心拍か、あと、すごい、あー、すごい論理的な説明でありがとうございます。まあ、イグロさんは全て分かすごい顔をしている。いや、イグロさんは全て分かってくれる。炭治郎タイプ。二人ともでもどっちかって感覚っぽいよね。
トキトくん。うん。うん。かわいいなあこの顔。彼女様いつもかわいい。イクロさんはそう思っていそう。うん。うん。すごいしっかり覚えてるね。なるほど。あ、そうか。体温とあれだね。心拍。あまあでも確かにでもそれで無茶したらそりゃあざのねあれは確かにそれで動きまくるんだもんね。はいはいはい、いやそこがラインか。あーでも確かにそうだ。やばい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 相性が。でもやっぱりそりゃあれだね、デメリットはやっぱり引き継ぐね、引き継ぐっていうかあるだろうな。うん。うん。うん。ああ、ここでもう。そこら辺の話はしてたんだ。覚えてないな。そうね。ここか。そうかそうか。改めて繋がるな。なるほどね。そうかそうか。こういう。あ、出た。このシーン好き。富岡さんが富岡さんたる理由。うん。これなぁ、この、これ。ここさぁ、逆なんだよなぁ、これ。なんかさ、この富岡さんらしさが出ててさぁ、おう！あ、すごい声。地鳴り？え、うおぉ！いやーこのね、もうなんか印象深いし、結構語られるよね、ここのシーン。
富岡さんが富岡さんたるシーン。おお、いいね。さあ善逸、確かに、あ、いていていて、確かに猿靴を外したねずこちゃんとご対面。あれ猿靴あってんだっけ、口輪って言うんだっけ、なんて言うんだっけな。お疲れ様でした。あら、まあ、半分そう。そうね、みんな悲しむよ。あー、はっきり。複雑な気持ち。さて、あらあら、葵ちゃん、あら、目がこの、ああもうおかしくなっちゃうわ。すごい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 。そうね、鬼要素が入ってるから。あら、すごいすごいすごい。やばい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 、全力を出しすぎているキャストさんが。すごい、目がもうパキってるパキってる。目がパキってる。ありがとうございます。あ、間違えてる。やばい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 。俺が伊之助になるんだ。ね。あ、いたんだ。お？あはは、かわいい。すごいなぁ、根気強い。すごいな、そんなことよりお団子いっぱい食べてエネルギーにしなさい。さて、あ、玄弥、玄弥も、玄弥もいます。あら、プルプルしてるけど、ちょ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 、やばい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 。お？あ、ツバ！すごい綺麗になってる。うん。なんか、映えるね、色がつくと。うん。なに？どうしたの？プルプルしてるけど、いいものができすぎた？うん、あ、歯を見ろと。わあ、かっこいいなあ。やっぱり、やっぱりなんかロマンだよな、刀。うわ、すごいなあ、真っ黒で。うん、ああ、
あー、悪鬼滅殺。あー、柱だけなんだ。滅、一言。うん、掘った？あー、出てきたってこと？いや、そこで切れてる。怖いって。あー、なるほど、痛いまま来たのか。やばいやばいやばい、ぶち切れてる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 。それはそう。今ほっぺがちぎれます。多分。もう本当に殺しそうだから。やばいやばいやばい。やばいやばい。ひょっとこにキスされてしまっている。ああ、グリグリされてる。グリグリされてる。うん。あんまり一言で片付けるのはよろしくないけど、やばいよね。うん。お？ゲイヤ？あら。ああ、もっとうるさいの来た。なぜ窓を壊す？うん、多分本当に殺されるかもしれない。やばい。ゲンヤ。ゲンヤ本当はおとなしい子なんです。かわいそう、ゲンヤ。ちょっと、かまぼこ組がちょっとね、やんちゃすぎる。もっとうるさいの来るからね、多分。うん。強化訓練？あー、柱稽古。うん、そうね。そうね、確かに無惨様今しゃかりきしてるから。うん、そうね、そこは心配になるね。あー、活動よりも。おう、はい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 。大使の質も上がるしね。オッケーオッケー。うん。うん。富岡さん、義勇さんね、もうでも。改めてあのセリフが重いなってなるな。あー、すごいワクワクしてる。言いすぎ。すごいな、炭治郎は。あー。
あのより一ロボが噛まれてる。すごい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 。善逸まだ多分ゲイヤ寝てると思うけど、切れすぎやって。ちょっとすごいすごい。ごめんなさい、かまぼこ隊がうるさくて。あ、歯型が。お？うん。あ。あれすごかったよね。悪い気はしていない。いや、ちょろくていいな善逸。うん、ご機嫌。かわいいなぁ。さて、あら、村田さん？さあ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 、そうかそうか、天元様。引退した一人だね。やばいな、でも呼吸を使える、この、あの試験とかを超えてきた人たちがヒーヒー言うくらいだから、やばいよな、多分。あー、ケツが！さあ。そうね、こういう方が割と向いてたりするしね。あら。過去のキャラクターもサポートに回ります。もう全員がもう、フルサポート体制。もう完全にね、もう最終決戦直前、すごい量。もうこのために頑張ろう。すごいな。こんだけ走った後食べれないよね。鬼修行だろうな。ああね、塩分たっぷり、しっかり汗の分を回復。基礎体力、うん、うん、柔軟か。ヘビが結構やばい。うん、それが結構印象に残ってるわ。無限打ち込み、筋肉強化、技術を磨きに磨いた後筋肉。なるほどね。継戦能力を上げるっていうところでもある。ああ。まあ、天元様もうリタイアだもんね。わお！さあ。やばいやばいやばい、笑顔で。あ、そうか、力強いから、あの、砕けるかも、体が。ちょっと。力が強いから。さあ、なあ、そして精神修行、筋肉、
どっちかというとメンタル面だな。死んでないか何人か。屍が何人か増えてる気がします。ならない。思いで動いてくれてます。さて、カラス、春日井カラス、いてえ、血が出た。急ぎ、あら、親方様、あ、禰豆子絡み。うわあ、もう病が。うん、親方様、さて、そんな中で、結界？なるほどね、経過の様子。玉代さん、わ、しっぷいな。すっごい声が渋いな。加賀谷さんのカラスか。初めて見たかも。記憶が消えてるわ。うん、はあ、ついに見つけたんだ。でも時間がかかったんだろうな。うん、さあ、ここで玉屋さんともつながっていく。少し警戒心があるね。お？はい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 。あ、
そうか、そこでパイプをつなげるのか。本当に忘れてるな。はい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 。完全に仕掛けに行くために。引き込むつもりだ。まあ、玉屋さん的にもでも怖いよね。マジで。鬼物ジムザを倒すために。オッケー。わお!これがオープニング？おお、いやー、あーすごいいっぱい出てきたね。どん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 柱稽古編。さあ、まあこっからいろいろとキャラクターの掘り下げだったりなんだったりが起きていくからね。さあ、シャカリキムズアン様、さあムズアン様とカガヤ様、シー、おー、マイファス、いいねー。いやでもなんか、蛇柱と風柱が盛られたのはいいな。あの戦闘なかったよね。あのスズメは多分あれだな。うわ、でもやっぱり富岡さんのさ、俺はお前らとは違うわさ。印象にも残るしさ、すごい。こうやって見せるシーンもあるのね。OK? What? おー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 、そうやって終わるのか。いやー、いいなー、めちゃめちゃいいなー。そうかそうか、あざの副作用についてはいろいろともう説明があるわけだね。だからそこでやっぱり姫島さんのあれが効いてくるわけだ。でもそうだよねー、やっぱりあんだけ体温もう心拍爆上げで、もう体温ぶち上がりでもう、ねえ、しかも高速稼働してたら、そりゃそうなるよなっていう感じだもんね。いや、楽しみ。うん。いや、なんかでもやっぱり富岡さんが富岡さんしててよかったな。なんか。でもね、やっぱりこれさ、なんか、やっぱり改めてさ、なんか、この柱稽古編を見るまでは、やっぱり、読むまではさ、富岡さんってやっぱり、強いけど、ちょっとネタキャラの息を出ないというか、ね、嫌われ者みたいな言われ方をしてて、うわぁ、富岡さんと思ったけど、改めてさ、多分今回で色々と分かっていくところを紐解いていくと、うわ、そういう感じだったんだってなるよね。うん、改めてめちゃめちゃ、一応なんか、革新的なものは、話さないではいるけど、めちゃくちゃネタになってるもんね、ある種ね。けど知っちゃうとみたいな。知ってほしいよな、なんか。周りの大使から見たらあんまりあれだけど、本当に言葉が足りないし、ちょっとやっぱり、自己の評価が低すぎるっていうところがあるんだもんな。でも失礼すんじゃねえっていう、この冷静なツッコミがすごい好きだったんだよな。なんか柱から見た柱表みたいなので富岡さん結構あれだったよね。なんかネタになってるのはそれで覚えてるんだけど。さあ、でももう全員強キャラだからな、マジで。さあ、でもなんか改めてラストがどうなるかっていうか、どういう流れになるかを知るとここら辺もドキドキしてくるね。うんうん、マジで?知りたい。あら。あ、やばい、怒られてる。忍さんに怒られたい。笑顔で。うん。
あら、優しい。あ、フォワフォワしてる、フォワフォワしてる。うん、そうね。おう、ダバダバダバ。カンロジさんがカンロジさんしまくってるよな。なんか、なんか刀鍛冶編からカンロジさんがカンロジさんらしさ全開。あお、わーお、触れちゃう、触れちゃう。いやマジいいな、この作品いいわ。やっぱりというわけで見終わったわけなんですけど、いやいいね、なんかついに来たなって感じもするけど、やっぱりこっから先結構急展開というか、どん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 物語は進んでいくから、なんかワクワクもあるけどドキドキもめちゃめちゃあるよね。なんか刀鍛冶、うわー今回どういう風にいろんなことが描写されるんだろう、よく覚えてないわ刀鍛冶とかさ、遊郭編うわー僕ダキ好きだからなとか、なんかそういうワクワクじゃなくて、うわうわどん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 近づいてるぞと、終わりがっていうさ、もうなんかクライマックスに近づくこの前兆の柱稽古編じゃないですか。だからもうマジでドキドキしてるし、いやでもやっぱりみんなに知ってほしかったというか、アニメやっぱり未視聴、何アニメ未視聴というか原作未読の方に知ってほしかった内情っていうのもここら辺結構深く掘り下げられたりするから、やっぱりなんかやっぱり富岡さんがこうなってる理由とかも知ってほしいなっていう風に思っちゃうんだよね。だからさ、うわー来るぞーっていう風に思うから、早くみんな知って富岡さん好きになって、なんか来いよ俺たちのところにみたいな感じになっちゃうよね。うん、僕もさ、なんかはっきりと一言一句覚えてるわけではないわけだけど、なんとなく富岡さんの痛みっていうものも分かってるし、改めて見てるとね、やっぱりこう富岡さんってなんかやっぱ言葉足りないんだけど、でもね、うわーでもそうだよな、そういう風に思っちゃう人なんだもんねあなたね、っていう風になっちゃうっていうところ、ここまで来いよ原作未読ぜみたいな、アニメぜみたいな風に思っちゃうから、うーん、いやいやー、なんかまあまあまあ、多分バチバチバトルっていう展開はないからこそ、多分一番最初結構なんかね、風柱の戦い見せてくれたりとかしたんだけど、なんかオープニングはなんかちょっと、え、これ、あ、こういうの来るかなっていうのはあるけど、でもやっぱり柱稽古編でそこら辺もらわないといけないよね。いやでも柱稽古から次の話ってどういう風な動線だったっけ？なんか、まあ改めて僕は原作既読だから、やっぱり話すけど、どうだったっけ？なんかでも、あれだよね、なんか、加賀谷様が、無惨様に喧嘩売るよね、確かね。無惨様がなんかノリノリでやってきて、なんかレスバ負けて帰るみたいな印象がすごいあったんだけど、その後どういう風に乗り込んでいくんだっけ？なんか結構準備はしてたような気がする。なんか、成り行きで勝負になりましたっていう流れではなかった気がするんだよね。どうだったっけ？そこら辺の入り口は完全に忘れてしまってるところではある。うん。いやーでもなんか、いやーでもなんかなー、なんかなー、このさ、加賀谷様のこの優しい声とかさ、いやなんか、あーでももうすぐみたいな形になっちゃうよね。なんかこうさ、あの優しい声本当にやばいな。なんか息が多いじゃないですか。なんか森川さんの声ってすごいいいんだよな。心に来るんだよね。なんかスッて入ってくるみたいな、隙間に来るわ、みたいなところがあるので。いやいやいや、まあ、あのカスガイガラスも、あの、産屋敷のカスガイガラス声渋すぎワロタ、僕もびっくりしてる。前出てたのかもしんないけど、ちょっと改めてびっくりしてワロタみたいなところもあったりとか、わちゃわちゃもありながら、まあ、こっから先修行して、さあさあ最終決戦向かっていくぞ。その中でもね、やっぱり色々と流れがあるし、なんかでも、やっぱりさ、なんか今までというか最初にやっぱり中央会議じゃないけど、ね、やっぱり炭治郎の裁判的なものにかけられた時は、やっぱり柱っていい印象一個もないわけじゃん。やばいな。なんかキャラこうみたいな、うわでもなんかねずこなんか攻撃してるし、なんかちょっとね殺そうとしてるし、話聞いてくんないしやばと思ったけど、改めてやっぱりこうキャラの掘り下げを見た後だと、やっぱりさ、こう炭治郎と仲良くなった柱はやっぱりこうね、なんかあったかく見えるよね。うん、やっぱりまだやっぱり蛇柱とか風柱とか岩柱とかちょっとやっぱり不気味に見える。うん、まあサネミに関してはすごいいい人なのに、なんでああなってしまったんだろうっていうところだったりだとか、まあ結構流れはいろいろとね、やっぱり見えてないところはあるんだろうけど、でもやっぱりちょっとなんか温度差みたいなもの見えてきてるよね。カンロジさんがカンロジさんしすぎてるもん。わこれこそカンロジさんみたいなところはあるし、まあでもね、こっから先炭治郎といろいろと触れ合ってほしいなっていうところもあるしね、いろいろと気になるところはありますけれども、まあ僕はやっぱり全部見てるから、もう全員が愛おしくて仕方ないんだけどね。でもなんかやっぱりちょっとやっぱり冷たい雰囲気を出してるなっていう感じはありますよね。
いやでも柱稽古編楽しみですね。いろんなキャラの掘り下げだったりとか、なんかやっぱりでも、いいよね。こう戦いがなくてもやっぱりこの作品見ててわちゃわちゃしてるだけでも楽しいので、なんかコメディにもね、しっかりなんかリソースを割いてる感じがしててすごい良くて、デフォルメとかも超可愛いし、なんかこのままわちゃわちゃ劇場もずっとやっててほしいなって思うくらいには、この作品本当に密度が高くて素晴らしいので、もう毎週1時間やってくれて構いませんよ。どうですか？っていう感じではありますけどね。はい。まあ始まりました。柱稽古編。まあ次回また富岡義勇の痛みっていうことなので、まあ富岡さんについていろいろと触れていくんじゃないかということで、ワクワクしながら追っていこう。やっぱりね、僕はやっぱり刀鍛冶から柱稽古編ぐらいまでは、まあ読んではいたけど、なんとなく読み流すに近いところでもあったので、まあなんとなくちょっと記憶が曖昧なところがあるので、やっぱり忘れてる部分だったりだとか、間違えてる部分いろいろあると思うんですけど、そういう時はね、いろいろとコメントで訂正をいただけたら嬉しいなっていうふうに思います。はい。というわけで、とりあえず今回はこんな感じで終わろうと思いますので、次回以降も楽しんでやっていきましょう。以上、鬼滅の刃柱稽古編第1話でした。バイバイ。